難しい話が出てこないようにしてあげていただければなと思います。簡単に逆に言っていただければご紹介します。もと競争という会社でインフラエンジニアをやってまして、その時に AWS も、参加会社で作りまして、こういう話その後にクラウドインテグレーターの会社に入って、それでデータを使っていました。マイクロサービスを使ってちょっと遊んでみたいと、例えばプロダクトオーナーになるというのが最近のところです。で、まずは質問なんですけど、AWS を使ったことある方、AWS 知ってるけど使ったことないよっていう方は、3割ぐらいですね。AWS 全く知らないよっていう方は、今日ですね、そのレンタバーとか使ってたままでも AWS を踏み出すその第一歩みたいなところをちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、なぜ AWS に第一歩踏み出した方がいいのかっていうところなんですけれども、これですね、アメリカのグローバルナレッジが2018年度版の稼げる資格 IT 資格トップ15の中からトップ5を踏み出しました。で、この AWS のソリューションアーキテクトって書いてるアソシエですね、次のとデベロッパーソシエイトって書いてるのは、これ初級の資格なんですけど、初級の資格でなぜか12万ドル、アメリカの話です。アメリカの話ですけど、12万ドルなんで日本円にすると1300万ぐらいですかね。初級の資格で1300万ぐらいの場合ですね。で、PMP、プロジェクトマネジメントよりも高い評価を、年収額っていうのを持ってます。現に日本だとちょっと物価の違いがあるんで、もうちょっと下かなと思うんですけど、実際その、AWS の中の人であったり、パートナー、AWS のパートナーの方っていうのは、近いぐらいもあるという人もいますし、もうちょっと下の方もいますし、結構年収が高い。つまりですね、まず儲かるからっていうところです。で、詳しくは今日来ている AWS の中の人っていうので、さっき1時40分ぐらいのセッションで喋られてたので、詳しくはそちらの方で聞いていただきたいと思います。で、告知なんですけど、僕その AWS 認定資格持ってるんですけど、認定資格の本を最近ちょっと書いていまして、技法さんですね、技法さんの方から発売されることになります。これ、今、秋ぐらいですかね、秋ぐらいに発売されるかなと思いますので、もしご興味ある方があれば、ぜひご購入いただければと思います。はい。で、本題ですね。で、AWS って、EC2 って言われる、いわゆるサーバーですね。サーバー以外に、いろんなサービスがあります。で、今回は、その、いわゆるそのサーバーのところをちょっと覗いて、サーバー以外のところで、ワードプレスとか CMS の方、使われている方にメリットのあるサービスっていうのを今回ご紹介させていただきます。主に、左からワークでクラウドフロントというところで S3 というサービスがあるんですが、それをご説明したいと思います。セキュリティ編っていうところで、こんなやり取り、まあ、あるかなと。それでは最近ワードプレスのメリットを変えていたので、大丈夫。大丈夫じゃないですか。多分、5年ぐらいで行ってきました。で、ワードプレスの脆弱性ですね、セキュリティとかっていうのは、ここは割と記憶に新しいかなと思うんですけど、2017年1月2月ぐらい、改ざんの被害がたくさんありました。最悪級の脆弱性ですとか、あとはそのワードプレスのプラグインですね、プラグインの方に脆弱性があったり、本体の方に脆弱性があったり、みたいなことが、最近たくさんありました。その中で、このことも言かな、お客さんから改ざんされているかもしれないから調査してくれる、まあ、ログを見たり、なんかそのどういう経路でやってるか、どこが分かりませんでとか、そういう調査をしたりとかですね、責任者出せってみたいな話にも、まあ、波及してくるかなと思います。まあ、そうならないように、こういうの、まあ、そういや最近、ワードプレスの脆弱性攻撃が流行ってるみたいけど、大丈夫だったんですね。そうですね、対策はいろいろしてるんですが、枠で保険をかけておきましょう。こう言えたら、ご確認だと思います。で、ウェブアプリケーションを狙ったものの攻撃は、大きく対応して2つ。あります。ネットワークレベルの話とアプリケーションレベルの話があります。でネットワークレベルではどういうのかというと IP アドレスに対してポートスキャンをかけて21番の FF
ローチであったり、SSH の22番ポートに対してスキャンをかけて、そこから ID パスワードを文字列をバーッと投げたりして、プロトコースをかけたり、一緒に当たって ID パスワードとか、特定の ID パスワードをバーッと投げて、突破して、認証を出してで、アプリケーションレベルというのは、振り返るように SQL インジェクションとか、よく聞くようなクロスサイズを作りたいです。あとはプラグインの間の問題で認証不備とかアクセスコントロール不備みたいなのがあったりとかするんですけど、今回アプリケーションレベルの話をさせていただきます。WAF っていうのはですね、さっき WAF って言ってるんですけど、ウェブアプリケーションファイアウォールの略で、とにかく言ってる通りですね、ウェブアプリケーションを保護するセキュリティ対策の一つになります。で、ファイアウォールってよくお聞きしたことあるかなと思うんですけど、ファイアウォールは基本的にはネットワークレベルで IP アドレスとポートに対して許可する、許可しないということをするんですけど、WAF に関しては通信の中身を見て攻撃かどうかというのを検知して、場合によってはブロックするといったことをしてくれます。ただその攻撃かどうかというのを判定させるロジックというのが必要になってくるので、そこのチューニング、これが攻撃であるんですけど攻撃でないんですけど、アプリケーションの特性によって変わってくるということで、そこのチューニングであったり、その例えばワードプレスの場合とか、他の CMS の場合とか、というチューニングが必要で、これ比較的大変って言われてました。まあ、常に高いです。今までは高かったんですけど、そこで AWS が出しているワークをご紹介したいと思います。AWS のワークは簡単にご紹介すると、AWS が提供するワークのサービスで、このアプリケーション、ワークベースにアクセスする前に通信を検索してくるサービスになります。で、特にご紹介したいのがこのマネージドルールになります。去年の冬に AWS が発表した、機能の一つで、さっき言ってたそのワードプレスに特化したとか、あとはプラグインで弱性が出たっていう時に、セキュリティベンダーが自動でチューニングしてくれて、更新してくれて仮想パッチをやってくれるようなサービスになるので、自分たちでそこをチューニングしなくても、セキュリティベンダーがチューニングしてくれるような機能が提供されました。で、ワードプレスに絞ると、ここに書いている通り、アラートロジック、エクファイル、サーバー、トレンドマイクロ、トラスト、ウェブっていう5社が提供していて、だいたい5ドルから30ドルくらいの月、プラスアートちょっとしたものがあるんですけど、それ程度で利用可能になります。で、弊社で使っているマネージャールールは、このアラートロジック社が提供している OASP Top 10をワードプレスでは使っていて、これの特徴は、アラートロジックの方がセキュリティのところをチューニングしてくれるんですけれど、ここを見ていただいたら、2行目ですね、見ていただいたら分かるんですけど、過去6ヶ月間のセキュリティフォールトのワードプレスの攻撃を、ワードプレスというか検知してくれます。なので、本体のセキュリティのその、脆弱性であったり、ワードプレスのプラグインの脆弱性であったりというのを過去6ヶ月間ものを補正できる。ただ6ヶ月過ぎると、そこのプレッシャーというのは消されているので、その間に根本的な対策、例えばワードプレス本体のバージョンアップやったり、プラグイン側のバージョンアップやったり、もしくは自分のアプリケーションであれば、それに対しての自分のバージョンアップというのはっていう必要があります。つまりですね、枠を機械を作る5000円で回しで、基本的にセキュリティで何かあった場合は、例えばその調査する人であったり、マッチアップの対策であったり、それに対して責任者の方が説明した報告書を作ったりとか、たくさんあると思うんですけども、枠の場合は、例えば、30ドル、一番高い30ドルのやつだとも、12ヶ月で大体4万円とか、まあ、5万円程度で使えるので、その人が動くことのコースを考えたときに、どっちが安いんですかねのベースに考えるのがいいのかなと。この枠っていうのは、すごく簡単に安心が入るので、おすすめです。で、その枠が、簡単ですよっていうのはちょっと言ってもらいたいと思います。デモの内容は、前提として、ワードプレスのサイトがもちろん持っている、どっかにある前提で、まず枠を作成しますと。さっきのマネージャーに購入して、で、クラウドフロントを作成します。これは AWS WAF の特性なんですけど、ロードバランサーって AWS が提供するロードバランサーか、クラウドフロントのインターネットでしか使えないので、ちょっとこれ、後ほどまた説明しますけど、クラウドフロントを使います。それを適用して、こういうアクセス系を流す。ちょっと、これ、もうすごい。まずですね、ワークをマーケットプレイするかというレベルシーンを使っているんですけど、これが
が AWS の画面なんですけど、たくさんあのこれ多分これ見られた方、初めて見られた方はこれってなると思うんですけど、もう使える状態になりました。あとはさっきその、こっちのページで枠を作っただけなので、アドプレスはつなげないので、アドプレスをつなぐためにこれを作っていきたい。たくさんサービスがあるので、ちょっと探すのが大変。そういう CDN 機能のようなので、何もキャッシュせずに、まあ、設定をさせる設定をやっています。なので、基本的にはデータを全部通します。するとキャッシュしませんので、設定があったり、あとはクッキーですね。クッキーも全部そのまま、バックエンドで通します。クエリストリングも全部通します。軽減させる、電気感とか、パッチで軽減させるものなので、
根本対策を行うまでの保険期間ですね、これがなかったらずっと野ざらしになっている状態なんですけど、これを当てることで保険のその期間、まあ、今回言うとそのアロート組織の場合は半年間ってやってるんですけど、半年間の間に、まあ、じゃあ何かしらの対策というのを取っていく、それがおすすめになります。で次 UX 編っていうところで、こんな画面よく見られると思います。セットが対応しました。これですね、UX がありません。で、ダウンをしていることを伝えるか、最低限のページだけでも表示すべきです。で、Amazon の話題なんですけれど、Amazon ってこの商品を買った人はこんな商品を買ってますみたいな、レコメンドのシステムがよくあると、これ有名だと思うんですけど、このレコメンドシステムが停止したら、下の、ね、一般的なランキングのページを基礎的に遷移させるような仕組みが入っていそうです。なんで、去年は停止したら、そのままノットファウンドとか、なんかページが出ませんとか、ダウンしますとか、いろいろさせないと、このUX上良くないと言われているので、最低限、通常のレコメンドじゃなくて、通常のページっていうのを表示するのが、Amazon がやってる方向になります。で、これ、AWS が似たようなことで、100件前後出てきます。で、よく言われているのが、ソーリーページパターンのパターンがあります。ここで S3 っていうのが出てくるんです。データベースのサービスで S3 って出てくるんですけど、S3 はオブジェクトストレーミングという、まあ、簡単に言うとファイルの置き場所なんですけど、ウェブサイト、自然的なコンテンツをホスティングする機能を持っているので、その自然的なコンテンツをセカンダリサイトとして作成します。で、その後に本番サイトっていうのがですね、ルート53って書いてある DNS のサービスなんですけれど、ウェブサイトを視覚監視する機能を持っています。その視覚監視をして障害を検知したら自動的に S3 のセカンダリのサイトに切り替える、そういうパターンになります。でこれなくてもいいんですけど、クオリティがやっぱ少し上がるんですね。エンドユーザーから見たら止まっているように思う。場合によってはその総理に見るだけでも価値があるかなと思うんですけど、なかなか100円前後できるので、まあ、そうやって価値上げていくのがまあ大事かなと。これもちょっとデモをします。デモの内容は多分ウェブサイトにコマンド上がっているので、ちょっと検索いただければ出てくるかなと思います。前提はワードプレスのサイトがもちろんある前提で、DNS を今回ルートオーディオさんというそのヘルスチェックの機能を使ったりするので、ルートオーディオさんというその AWS が提供する DNS のサービスを使っていくことが一般に想定ているんですね。やることは S3 の, そのウェブサイトパッケージ設計を作成して、セカンダリサイトを用意してルート53でその DNS ベローが切り替えるように設定をして、あとはサーバーを切り替える、はい、ちょっとそういうところをちょっとやってみたいと思います。すぐ入れちゃいます。まず S3 ホスティングのサイトを作成して、セカンダリサイトを作成する。 さっきこんなサイトが実はあるんですよね。一応このワードプレスの初期画面だと思うんですけど、ワードプレスのサイトを立ち上げます。このサイトのセカンダリサイトを作るので、バケット名だけはこのドメイン名と合わせる必要があるんですけど、なんかその置き場所みたいな感じで、バケットっていう置き場所を作ります。で、これに対してそのウェブサイト、ホスティングっていう機能を有効にします。このバケットを指導していきたいと思います。今ちょっとデモなんで、この辺を設定します。で、あと最後にこの置き場所に対してインターネットからアクセスを許可する必要があるので、ちょっとドキュメントの方から出てきて、アクセス権限をはこのさっきの置き場所ですね。置き場所を Get オブジェクトで API なんですけど、この API を許可します。全員、ミニシバルって書いてあるところが、アンサリスクの全員ですね、世の中の人から Get オブジェクトっていうのを許可します。なぜこれ設定すると、パブリックアクセスの権限がそのような形になりますけど、いいですかみたいなことが言われて、で、あと
らセカンダリーサイトなんで、適当にちょっと用意しました。総理、ただ総理ただこのページです。このページをちょっとアップロードします。リベースインターバルなんで30秒おきなのか10秒おきなのかどれくらい頻度でチェックしますかと、何を持ってるし何回フェースチェックが失敗したり成功したりしたらどうしますかみたいな、判定しますかみたいな話で、今回っていうのをちょっと先ほどここにこれでこの IP アドレスのボードに対してですという話の状態になります。あとしかも関心さっきの S3 ウェブホスティングのエンドポイントが設定されて、でこれを設定して、もうベルオーバーですね。で今度、こいつはセカンダリーっていうその切り替え先なので、セカンダリーを設定して、またこれだけで切り替える準備ができます。一旦ちょっとドラバー落としてみないと、ここから AWS のライトセールという VPS のサービスを使って立ち上げたいんですけど、これですね。10秒単位をしていて、まずその DNS でこの IP アドレスと名前の紐付けをキャッシュしてるんですね。60秒間こういうキャッシュする設定になっているので、大体70秒ぐらいがかかってあるので、かかってですね、キャッシュしているタイミングもあるので、大体まあ70秒ぐらいになっているんですけど、それがヘルスチェックできるかなと。あ、もうすでにフェイルダウンしてます。
ほどまた確認しますけど、起動するとワードプレスが立ち上がってきて、立ち上がった後にヘルスチェックが通って、ヘルスチェックが通ると、セカンドディカリからプライマリーになるというような動きになります。なんで設定自体は、まあ、多分5分ぐらいでできる行為になりますので、振り返ると、STスティング、さっきのですね、STバケットを作って、セカンダリサイト行政にも進むことができます。DNS フェルモもセカンダリとプライマリー行政ケースでヘルスチェックをしているぐらいです。あとはもうサーバーを落としていただくぐらいなので、すごく簡単に終わります。で、これも、S3 に関しても、1ギガあたり 1.3 ドルとか、フェルモに関しても100円ぐらいっていうのでも分からないといったことなので、実際これ維持するので100円かかる、月100円かからないぐらいなので、もし、やっていただけたらなと。もう一個ですね、パフォーマンス編っていうところで、お客さん大規模なキャンペーンやるっていうのを、おお、すげえな、頑張れ、うわーんってなってどーんこれもキャンペーンなんで行こうみたいな、まあ、こういうのもあると思うんですけど、こんならないところで、お客さん大規模なキャンペーンやるっていうのは、マジですか、ホームページで買うんですけど、トップページじゃないかって。じゃあトップページを HTML 化して CDN に突っ込んでください。ここで CDN、 CDN の話をします。CDN って何ぞやっていうところで、コンテンツデリバリーネットワークの略で、簡単に言うと、世界中にサーバーをこう分散されているサーバーに対して、性的なコンテンツとかを開示して、そこにアクセスしに行ってもらって、そのマスターのサーバーにオリジンと言われて、マスターのサーバーに対して負荷を軽減するサービス。でクライアントですね、そのエンドユーザーはその間のクラウドフロントと CDN のサービスサーバーのコンテンツを見に行って、一番近いコンテンツを見に行くことになるので、まず定例にします。例えば日本でサービスをしているとすると、アメリカとかヨーロッパからアクセス、日本に対してのアクセスになるって結構低遅延が大きいんですけれど、そういう CDN のサービスをこなすことでヨーロッパに対してのサーバー、ヨーロッパのサーバーにコンテンツを配信することができるので、より近いところでアクセスして高速で配信。一つ一つはまずリクエストが来て、キャッシュが、キャッシュですね、まあ、コンテンツをキャッシュするんですけど、キャッシュがなければオリジンから、キャッシュを取って、で CDN にキャッシュします。で2回目以降はそのキャッシュが残っている間はそのキャッシュの方を見に行くことになるので、9日が減る、そういう感じです。 AWS のクラウドフロントですね、っていうのが CDN のサービスになります。で大体これ完全従業制で、1ギガあたり 0.1 円から 0.2 円、0.1 ドルから 0.2 ドルぐらいなので、大体10円、20円ぐらいで1ギガ配信できる。100ギガのサーキットであれば、おかげなく1000円とか1000円ぐらいで使えるようなもの。これも決まります。すごいです。めっちゃ簡単です。で、作成してみますね。クラウドフロントを作成するっていうところはさっき作成したので、で全部キャッシュせずにワードベースで転送するっていうのも設定。特定のその HTML だけキャッシュするようにという線動機も変更します。
言うと、トップ1ベンチが来たらキャッシュして、デフォルトのところはキャッシュしないんですけどね。逆、これの順番が逆だと、この順番が逆だと、どんだけトップ1ベンチとか、その後に JPEG とか、CSS とかに設定しても、デフォルトの方が先に効いちゃうので、この順番だけは注意してください。こういうふうに、例えば HTML だったり、アスタリスクとか使えるので、設計表現使えるので、アスタリスク .jpg とか、ping とか、例えば CSS とか、そういったところ、JS もありますね。そういったところをキャッシュさせることによって、オリジンの負荷を減らしていくこともできますし、PHP とかを逆にキャッシュさせちゃうと、認証した後の画面とかもキャッシュしたりとかするので、そこだけはしないようにとかっていうのは注意が必要です。例えば、ページ的に PHP はキャッシュしないとか、設定とかっていうのもできるので、そういったところの組み合わせが必要かなと。最後ですね、これ1時40分のベタニーさん、AWS の中の方ですね、のセッションでもあったんですけど、ワードプレスのマシンラーニングの力というところで、紹介された内容を軽くだけおさらいしておくんですけれど、ワードプレスのプラグインで、Amazon Polyfor WordPress というのがあります。これは、テキスト to スピーチというサービスになっていて、テキスト、文字で入力されたものを音声で変換することができて、例えばですけど、なんかフォームに入力されたものに対して、何かこうワードっぽいに変換して、音声に変換して返すみたいなことができるので、そのワードプレスのプラグインとかもあるので、ぜひ使っていただけたらなと思います。あと、画像認識とか、自然言語処理とかの API とかも公開されていて、これはワードプレスに組み込まれては、ワードプレスのプラグインとして組み込まれてはいないんですけど、API として公開されているので、そういったものを活用すると、サーバーがなくても、なんかその新しい、このチャレンジしたりとかっていうのはできるかなと思います。ぜひこの辺も PC2 とか使わなくても使えるサービスでお届けいただけたらなと思います。でまとめなんですけど、EC2 以外にですね、たくさんいうようなサービスがあります。でそのレンサバーとかのものでも使えるサービスも先ほどご紹介したようにたくさんありますので、人もですね一歩踏み出して提供できる価値が増えたらなと思います。であと AWS からの年収を動かしますで、AWS でわからないことあったら、上手友人っていう、AWS のコミュニティがあるので、ぜひそっちの方にね、いただけたらなと思います。で、11月3日ですね、今年の11月3日の秋、ちょっと先になるんですけど、上手フェスタっていう、AWS ユーザーの祭りみたいなものがあるので、ぜひともですね、つい先日、ドアキーパーで公開されたので、パナソニックスタジアムインスイカースの、ここではしないらしいですね。ここで走る。芝生は高いらしいので、これ周りのところでやるらしいですけど、ぜひともちょっと来ていただけたら、たくさん AWS をしてらっしゃるので、コミュニケーションを図っていただけたらなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。質問してみたい方、挙手お願いいたします。何でも、はい。すみません、VPS とかレンタルは、例えばパトラックインターネットのレンタルとかして、DNS はキッチンに向いてるじゃないですか。で、今説明していただいたものを使いたかったら、はい、ルートモデルさんに一回、そのドメインを持ってきて使う。そうですね、ドメインは例えばお名前とトークンとかでも構わないんですけど、うん、そこからネームサーバーですね、ネームサーバーだけルートボディさんのように移動して、それとさっきのそのペイローマンというか、そういったものが使える。はい、他にご質問したい方いらっしゃいますか。基本的には若干だけ低下します。もちろん検知が入っているはい、なんで、そうですね、若干だけですけど、劣化はします。まあ、でもそんなにユーザー体験が落ちるほどではないですね。はい、AWS はやっぱりマシンリソースがそこであるので、その辺を分散してくれています。はい、はい、すみません。
続いて WAF なんですけども、はい、ご検知の対策というか、はい、結構細かく調整発生する印象があるんですけれども、はい、それはある程度オンプレで入れてるのと同じようなレベルで定義していけるものなんでしょうか。正確にはオンプレでやってるようなそのアプライアンスとかであるような高機能なものっていうのは特にないですね。なので、チューニングって言ってもできる範囲も限られていて、マネージドルールのその落差を取るか厳密性を取るかだと思うんですね。で厳密性を取る、オンプレになった時みたいに厳密性を取ると調査が合わないんですけど、そのせいで使えるというところでライトに導入をして、もしもっと良い点になったらアプライアンスに行く必要があるかなと思います。使い物になるレベルではあるという認識で、使い物に、はい、なるレベルではあると、今まではそのマネージドルールができなかったところが自分で IP アドレスに対してどう保存するとか、そのボディの中身どうする、データをどうするとかっていうのを自分で書かないといけなかったところを全部そこを注力してくれるところはセキュリティベンダーがやってるので、ある意味僕がやれば安心できるものになるかなと思って全部使ってます。はい、ただまあそのさっきのその説明のところには出てきなかったですけれど、マネージドルールを使うところの一個手前に自分でルールをかけるところがあるので、そこの前段でさっきのも順番ですね、この場合はどうする、あの場合はどうするっていうのを全部マネージドルールに任せましたけど、その前段でフィルターをかけることによって保険値って判断したやつをパスするというかみたいなことは可能です。はい、ありがとうございます。あともう一人二人ぐらい大丈夫ですか。ちょっと聞いておきます。はい、ジョブテスター、はい、あれ何人ぐらい参加者が来られる予定で。1000人目標にしています。1000人。このイベント超えてますね。目標の明日聞きますよね、大阪の。対象とか参加者対象さん、どれぐらいのレベルの方が初めての方からベテランの方まで幅広く、幅広くですね。自己委員長じゃあ団体で関西で関西で11月3日そうですね、はい、はい、サイトの方も皆さん見ていただきたいと思います。はい、それではお時間となりましたので、こちらで終了とさせていただきたいと思います。タイの村井さんに大きな拍手をお願いします。